皆さんこんにちは、和樹です。ここは二の丸公園場を思い出すね、翔平です。今日は珍しい画角ですけども、1個やりたいのがあります。いいですか？どうぞ。どうも、コムドットです。怖っ、隣にいて怖っ。この公園の画角といったら俺はコムドット、まあ代々木公園だから違う公園なんですけど、憧れなんで一回やらせてもらいました。今日の動画は以上です。さようなら。違うね、見て見て。何？あーたあとこのよ。そうよ、あーたあとこのよ。いや今回はね、ちょっと夏に向けて T シャツ1枚でさらっと着れるかっこいいやつを作りたいなと思って、ソロコネクションの新作で T シャツを出しました。出しましたというか、この動画公開された後に出ますということなんですけど、今日はですね撮影をしたいと思います。写真の。いやほんとあんた日頃の行いがよかですね。いやほんまよ、天気がもう恵まれまくってる。暑すぎず、風も強すぎず、雨も降りすぎず、あっちいな。いいね、地下水色と。やめて、なんかドブって言うんでしょ。いやちょいドブ僕たち2人で撮るんですか今日？違いますよ。今日はですね、お仲間がお三方、ごめんなさい、お仲間じゃないです、スーパーモーダルが。スーパーモーダル、ちょっとだからね、いつも出てくれてるみんなとは違った感じの雰囲気になるんじゃないかなとは思います。今日は和樹の隊員でスーパーモデルが3名来てくれてます。どうぞ。イエーイ。じゃんじゃん、いつものみんなやないかい。スーパーモデルの神さん、ハットの裏のタグがベロンと出てます。こういうことなんですか？おしゃれなんですかこれ？おしゃれです。今日はねこの4名をモデルに迎えてですね、私も含まれてるんですね。そうなんです、もちろん。で私が写真を撮っていきたいと思います。今日はカメラマン和樹になるということで。そうです。前回のおソロのやつももうスタジオでもうバッチリ照明とかも決めて写真を全て僕が撮ったんですけど、まあ大変でした。ただ今日は、まあ、T シャツもねこの2種類というか2色だけだし、友達撮影してこうみたいな感じで、カラスもいっぱい鳩がいっぱいとかあったら平和の象徴だねとか言えるけど、カラスがいっぱいは東京の象徴です。公園とはいえどここは東京ですよ。代々木公園来たことない人も多分いらっしゃると思うんだけど、不思議だよね。なんか東京のど真ん中にこんなさ、ギリギリ森があるみたいな。そう、ギリギリ森の中に森南がいる。そうです。で、森南さんですね、さっきすごいいいことがありましたね。何があったんですか？さっきですね、カバンの上に糞がすごい落ちてきました。はい、可愛く言えば糞って言ってますけど、うんこです。でね、鳥の糞って基本白が普通じゃん。すんごい茶色かったんだよね。無理だ。波取るよね。いやでもね、べちょべちょないよね。そうですよね。お腹の調子が悪かったっぽい。ちょっとね、今日はT シャツだけは死守していただいて、今日はちょっといろいろ代々木公園回りながら撮影していって、実際にいい写真をおそろコネクションの EC サイトだったりとかインスタグラムとかで使っていこうと思いますので。いや私自身も初ですよ、おそろのモデルやらせていただいて。もちろんみんなもそうだもんね。前回の撮影なんで呼ばれないんだろうなって感じだよね。まずはさ、行きましょうか。行きましょう。せーの、和樹の種。モデルです。全員やるんだ。一旦まず翔平さんから行きましょうか。私からモデルを詰めさせていただきます。ちょっといろいろね、色とかね、日が強いんでね。照明写真か。筋肉いい、そんな筋肉いい。いきます。はい、見せちゃって、ダンサーのポーズの多さ見せちゃって、そう。ちょっと性別変わってる、男でいこう。いいよ。自然な笑顔いいよ。オバポーズ、オバショットいこう。はい、可愛いいただきました。ちょっと寄ります。いい、可愛い。ちょっと胸のデザイン見せてください。寄せない。違う。ちょっと誰このポーズ呼んだろう。誰？いいよ。シュートアップ。ファンサ。俺の足も一緒に写ってるよ。使えないよこの写真。だからこの写真使えないよ。いいカメラマンですね。笑顔。いやもうもはや T シャツ写ってないから。OK です。一回変わりましょうか。OK。じゃああきこさんいきます。お願いします。太陽の光が。すごい。はい、行きます。はい、入ってますね。すいません、行きますよ。いやいや、何ちょっとはい、あ、いいね、慣れてるね。はい、離れしてます。はい、いいですよ。いいよ、メガネ取っちゃう。ケントデリカット。おい、ずるいぞ、ずるいぞ。おい、おい、監督のテンション下げるのかって言うな。監督の表情すぐ曇ったな、今。翔平。あのでちょっとなんか教育して、あ、教育して、ちょっとやるなら面白くいこうか。ケントデリカット。不適されてるから。不適されてるから。なかなかないよ、コンクリート指やる。はい、聞いてるお願いします。で、ちょっと邪魔。邪魔。走っていくんですか、そこから。躍動感欲しいから。キャメラついてきてね。はい。追っちゃってっから。俺も追っちゃってるから。各所 OK？ 各所 OK です。OK ね。はい。風待ちです。あ、風待ちです。止めとけ、止めとけ、そっちで。風を？風を。風。行くぞ。行きますよ。OK。はい。寄り方がキモい。あ、いいよ。いいよ、いいよ。はい。はい、ちょっとチェックします。すみません。なんてお声掛けをすれば。チェックします。チェンジ。はい、チェンジ。ありがとうございます。じゃあ、ガミさんいきます。注文してたレモネード届いたよ。はい、じゃあ、笑わないでいこうか。笑わないでいこうか。笑わないで。笑わないでいこうか。笑わないでいこうか。レモネード来たよ。レモネード来たよ。はい。笑わないで。ん？ちょっと待って。これ三ツ矢サイダーだ。でも天気がいい日は三ツ矢サイダーに限るな。割らないでいこうか。割らないでいこう。割らないで。はい、ちょっと胸元のよりもらいます。それはもうガミじゃなくてもいいや。あれ左手に変えて、あれ右手に変えて。これ俺のハットじゃない。これ誰のハットだ。昨日飲んだでしょ。2軒目行ったでしょ。3軒目も行ったでしょ。4軒目行って5軒目口に当てて。ワオ。はい、OK、いただきました。はい、行きます。はい、いいよ。ああ、いいね。はい、ちょっとじゃあ誘うような目で、誘うような目で、68歳を誘うような目で。そう、68歳だよ。ちょうど68歳。うん、はい、いいよ、いいよ。いくよ。はい。モデルオッケー。オッケーです。風オッケー。オッケー、風オッケーです。カラススタンバってる。カラス。あ、来た来た、いいよ、いいよ、いいから。オッケーです。はい。A. C. G. A. C. G.。ちょっと待って、なんか一瞬通んなかった。はい、なんか。一瞬通ったよね、なんか。これなんだろう。これなんだろう。足長効果入ります。あ、いいですね。手万歳してみて、万歳、手のひら上、手のひら上。あ、こう、こうだ、こうやって、こうやって、上見て。てか、後ろの影がなんか怖いんだけど。可愛いですか。いいよ、寝ちゃうよ、寝ちゃうよ。監督一番動いてるんだよな。後ろ向いて、クロスして、足クロスして。もうちょっと前来て、前来て。そう、もうちょっと前来て。はい、そのまま前屈して、前屈。で、左の方から顔出して。左の方から出して、七尾です。七尾です。シャッター切れない。はい、七尾です。さすがに。オッケー。じゃあちょっとフォーショットいただこうかな。はいはいはい、オッケー。あ、いいよ。あ、いいね、いいね。はい、こうくぐろっか。そこくぐろくぐろくぐろ。はい、くぐった。いいよ。くぐるってそういうこと。はい、いいよ。合ってる合ってる合ってるよ。あ、かわいい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 。仲良し仲良し。はい、いいよいいよ。はい、オッケーオッケー、いただきます。ちょっとカメラ目線ついてきて。フォロミー一人ずついくよ。ああ、いいね。あ、いつメガネなくなったんだこの人。あ、いいよ、ついてきて。そう、はい、ついてきて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 。さあ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 、チャンス。ちょっと22でちょうど男女になってるから、ちょっとカップルみたいな感じでトークしようか。お前のダメなところは。はい。言葉の語彙力。はい。真剣に泣いてたということは。あきこさん、嘘でも笑顔で。わかる？完全に彼に怒られてるねこれ。はい、こっち行こう、こっち行こう。こうつけられたじゃん、気持ちの、その時の気持ちを、あれが、あれを知りたいよ、いいよ。光のあれを知りたい。翔平、ちょっと指示ちょうだい、指示ちょうだい。翔平、指示ちょうだい。何ですか？指示ちょうだい。ちょっと今、あきこさんがものすごいこと言い出して。なんで、なになに。あ、太陽来た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 。まあ、気にしないでいても4個ぐらい。そうですね。万歳選手のことで。はい、いただきました。いただきました。終わる？いや、それでしょ。じゃあちょっとあっちのアーバンの方行きましょうか。今のところすいません。見て。あ、そんな、いつの間に？本来の傘の役割果たしてるけど。傘が落ちました。私は神様に嫌われてます。なんかもうさ、なんだろう、うんこに続いて傘だからもう我々も言葉を失って。つける言葉がちょっと心配になってくる。飛ぶんで、私飛ぶんで。はい、いいよ。いいじゃん。いいジャンプ。いいジャンプ。あ、いい。さすがだね。あ、違うよ。靴の宣伝じゃないからな。ちょっと相方モデルさんがすごい困惑してるんですけど。何ですか？ OK。 はいはい、いただきました。すごい、すごいじゃん、すごいじゃん。今フーってされたもん。何見てんの？少々お待ちください。いただきます。目乾くな。これ真面目？あ、真面目。ちょっと真面目です。目線は一回カメラ見ようか。すみません、一回失礼します。すごい入るんだよな、このスタイリスト。違うね、当てる相手違う。モデルなのよ。ありがとう、ありがとう。スタイリスト。いいね。脱サラした時思い出して。まずい曲だった、まずい曲だった。苦悩が表情に。しりとりしよう、しりとり。しりとりしよう。リンゴ。お前がゴジラ。何？ゴリラじゃないんかい。ゴジラ。ラッパ。そこあえてゴジラね。パセリ。リンゴ。ゴジラ。ラッパ。パセリ。リモン。あ、おい。あ、ほら、や、ほら、こいつ。取れ高いただきました。じゃあ、そうそう、かずきさん。あ、かずきさん行きます。かずきさん取って。かずきさん汗だくですけどいいですか？はい、大丈夫です。そう。俺は。東京に来てダンスの道を選んだ。そして今もうちょっと半歩こっち、あ、いいです、こっち向いてもらっていいですか？こっち向いてもらっていいですか？こっち向いて、あ、もうちょっと体も、あ、そうです、そうです。東京でダンスの道を選んだ。ダンスといえばそう、ここ代々木公園、いいですね、いいですね。原宿エリアには近づかないでください。原宿エリアには昔からタケノコ族といったダンスパフォーマンス集団がいた。ただ僕が生まれた頃にはよく見る女子のポーズ。茶色茶色水色茶色でいきましょうか。茶色水色茶色茶色茶色水色水色一人首だわ。それくんもうちょい中入る。いきまーす。はい、かぶっちゃうんだよな、あの人かぶっちゃうんだよな。すいません。じゃあみんなにもっと上行っちゃおうか。なんだ、斬新なんだよな。真顔でクッと一回見てみよう。真顔でクッと。はい、いきまーす。はい。あー、かっこいい。はい、笑おうか。楽しい楽しい。めっちゃ楽しい。おいしょ、その顔でいいのか、使うぞ。ここだよ。ここだよ。なんかすごい顔が緑色になっちゃう。あ、いいよ。うん、ちょこちょこピー。なんだこのモデルさん。時代がちょっとなんかちょっと古いんだよな。あ、いい感じ。恥ずかしい。全国のツッコミの皆様、ボケお探しならぜひ相方募集中で、2人で M1 目指しましょう。概要欄にね、みんな SNS 載ってるんで、もう変な感じじゃない DM してあげてください。変な感じじゃないやつ。あ、うちかでお尻ついてもらって。もう以上ですか？はい、大丈夫と思います。取らなくていいですか？はい、ということで、このおそろコネクションの発売される新作 T シャツの写真撮影の裏側でした。もうこの写真ももしかしたらホームページとかECサイト載ってるかもしれないので、ぜひチェックお願いします。お願いします。この T シャツもし気に入った方は概要欄からチェックしてもらえると嬉しいです。翔平君もアパレルやってますし、マキコもアクセサリー作ったりするし、みなみは何かやってるかな？やってません。やってない、何もやってません。ダンスやってます。ガミはなんかあれあるもんね。コミュニティがガミリーがありますね。じゃあみんな食堂もあるんかーい。はい。食堂やってんの？はい。ご飯食べれるの？はい。ランチする前。本当に？嘘だね。びっくりした。ダンスレッスンとかオンライン系の森の食堂っていうの、おお、なるほどね。やって、皆さんいろいろね、個人個人の活動してますね。ぜひチェックしてみて、概要欄に貼ってますんで。はい、ということでいきますよ。はい、チャンネル登録、ちょっと待って、ごめんごめん、言うんだけど、ごめん俺より先にせーのって言うやついた。せーのとか、もう早く終わろうよみたいな。今日はじゃあせーの言ってもらおうかな。じゃあ俺チャンネル登録のくだり終わったな。はい、ということでチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、せーの、かずきのタネ。